くれるの？あらあら、私もお礼としてあげたのに、そのお返しだなんて。とっても嬉しいわ。似合うかしら？あらあら、かわいいだなんて、照れるわ。冠のおかげね。とっても頑固な汚れね。でも先生負けないわ。はい、綺麗になりました。ん？あら？うん、ありがとう。これで最後かしら？そうだ。じゃあ次はユニフォームを取り込みましょう。どう？3人ともよく似合ってるよ。嬉しいな。でも3人一緒くたに褒めるのはねえ。あ、そうね。もっと細かいところまで見てほしいのが女心ってものよ。あらあら、二人とも彼にはまだそういうのは早いですからね。こっちにいらっしゃい。はい、次は俺が読むよ。今日もいっぱい遊んでくれる美里先生。今日もキキキ、あった。はい。ってやっぱりこのカルタ。次は私。美里先生といると毎日ハッピー。いつもありがとう美里先生。あらあら、まあまあ待って、どういうことかしら。この札もこの札もこの札も全部私のことを書いてるの？よくも先生よ。してくれるの？ありがとう。生徒のみんなが大好きよ。もちろんあなたのことも。ビーチベースボールね。頑張るみんなが眩しいわ。あら、いい質問ね。でも先生もわからないの。あなたと一緒に答えを探していきたいわね。ええ、たくさんあるのよ。その恋に関することだとか、しおりちゃんやあなたのこと嬉しそうに話してくれるの。苦手なことにもめげずに挑戦できる努力家さんね。大江戸ね。温泉もいいけど、今度は遠足で行きたいわ。目と目を合わせて話すとね、
いろんなことに気づけるの。例えば、あなたが今日寝不足らしいことだとか。あらあら、やっぱりそうね。先生が膝枕してあげるわ。よしよし、偉いわね。ゆっくりお休みなさい。先生、いつもあなたを応援してるわ。素敵な誕生日ケーキ、みんな本当にありがとう。こんな風にお祝いしてもらえるなんてびっくりしたわ。よかったです。気に入ってもらえなかったらどうしようってドキドキしすぎて気絶するところでした。葵ちゃん心配しすぎだよ。私は最初から喜んでもらえるって信じてたからね。キラーン。にぎやかね。それじゃあ早速みんなで分けましょうか。あなたの分も先生が取ってあげますね。上手にお絵描きできましたか？お互いに見せ合いっこしていいところを褒めてあげてね。いいところ？初音さんのいいところは明るくて優しいところだと思います。ありがとう。ピースピース。念のため確認したいんだけど、褒めるのは描いた絵についてで合ってるよね？あらあら、先生の誕生日をお祝いしてくれるなんていい子ね。でも嬉しいわ。優しいあなたでいてくれることが先生にとっては一番のプレゼントですよ。それに、なんて素敵なケーキなのかしら。先生と一緒に食べましょう。さあ、大きなお口を開けてちょうだい。はい、よくできました。これからもずっといい子でいてちょうだいね。キュッ。今日はありがとう。お待たせ。今日は先生に言いたいことがあるってどうしたのかしら。何でも話してちょうだいね。あら、私の誕生日を覚えていてくれたのね。先生とっても嬉しいわ。いい子いい子。お祝いの言葉もそうだけど、あなたが優しい子だってことが私には何よりのプレゼントね。ひゅー、本当にありがとう。あなたがこんなにもいい子でいてくれて先生はとっても幸せよ。